マガマガチュキューさん、スーパーチュありがとうございます。さよにチャンネルでも質問したのですが、田中さんとさよにさんの出会いはどんな感じですか。お二人はどん普段どんな絡みをしているんですか。出会いはまあ高校なんですけど、うん、部活が一緒で、うん、でまあ部活が一緒だったら結構中学の時から知ってましたよ。まあまあ中学でもまあ知ってたって感じですね。で高校でまあこうなんていうかこう二人で遊びに行けるぐらいの友達になるっていう。あ、確かに高校ですね。そうでまあ変なことやってるぞってので、うん、だった感じです。高校、はい、そう高校に2年の最後に入れたんですよね、うん、僕が YouTube。大学1年のね、最初がもう一番しんどくて、そうですね、もう週6でバイトしてて、あの時朝バイト早朝行って、それ終わったらそのまま一限行くんですよね、うんうん、で一限僕も睡眠時間なんですよ。隣で爆睡してる、爆睡してるんですよ。だから記憶なくて、で終わったらすぐ今度はあの夕方のバイトっていうところで、うん、編集、途中で編集してます。でバイトはね、この間まで続けてたんですよ、うんうん、でもう辞めたんですよ。だからまあ何のバイトしてたかとか言っていいんかな。あのね、1個はね、あの某運輸センターで働いてまして、某運輸センター、某なんやそこはやっぱり、某運輸センター、やっぱりさすがにこう、まあ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 それ、某運輸センターの何ちゅうの仕分け、ああまあ、でも周りの、まあみんな優しくて、トラックの運転手さんがねコーヒーをおごってくれるんです、それが嬉しくて、確かにそれ楽しい、どうしてるんやろ今っていう感じ、うん、でもう一つ夕方からはねあの塾やってました、うん、塾のね先生をやってたんですよ、そこね、塾先生とかないけどね、いやこう見えて結構ね。ちゃんとやってたんですよ。しっかりやってましたから。時間です。すいません。あのちょっとまた僕のチャンネルみたいな。これだからさ、ちょっとあかんわ。全然ぶっ込み作ってもらって。話ごめんなさい。伊佐さん、スーパーチャーでございます。1万人でございます。いや、いつもあたります。本当に。本当にありがとうございます。田中さん、かわいい。確かに。いいですね。勝手に読むな。かわいいっす。勝手に読むな。あ、ちょっと待って。